のチャレンジを受けて立つということで、チャボ・ゲレロ、あ、ゲレロ4兄弟の中の長男ね。で、チャボ・ゲレロシニアのお父さんね、チャボ・ゲレロね。チャボ・ゲレロがですね、もともとね、エルパソ、ニューメキシコがね、ゴリー・ゲレロのね、ホームグラウンドでしたからね。で、ゴリー・ゲレロのホームグラウンドでデビューしたのが NWA ウエスタンスポーツということでね、ファンクスのお膝元でデビューして、ファンクスにトレーナーを受けたっていうことがありましたね。テリー・ファンクがアメリカンス選手権を挑戦したってことでね、鼻向けというか、おい、うまくやってるか、チャボってことでね、挑戦していった1974年のロサンゼルスオリンピックオーディトリアム、チャボ・ゲレロ対テリー・ファンクのアメリカス選手権をご覧ください。レフリーはちなみに、ボクシングの世界ヘビー級チャンピオンだったジョー・ルイスですね。なんかね、チャボがね、テリーのね、左腕をね、離さないで、利き腕でしょ？離さないんですよ。まだ離さない。アトミックドロップいいですよ、テリーらしい。テリーのアトミックドロップっていいよね。まだ手を離さない。意地になって離さないですね。ダブルナックダウンまで行っちゃうという。その頃はそっか。あ、やっと離したんだ、テリー。で、痺れてるみたいですね。そうなん、伝説のボクサーですよね。テリー・ファンク対チャボ・ゲレロ。得意の攻撃ヒールですね。水平チョップ好きなんですよ、テリーの。もうね、見れば見るほどテリーファンクの良さっていうのが分かってきますね。ロサンゼルスはね、いや、1番目の席はね、あのお客入れてないんですよね。ボクシングは入れるんだけどね、ヨガラットあるからね、マットとか引かれてないですからね。椅子でモロ殴ってますね。
リングアウトでチャボが勝ったということですね。もうショーに勝ったということで、リングアウトでね、もうチャボはもう歓喜の喜びですね。もう喜んでます。もうトロスもなんで励むも喜んでますよということでございましてね、師匠のチャレンジを受けて立ってチャボゲレロは防衛したということでございますね。チャボゲレロ対テリーファンクのアメリカ選手権でございました。